あやみさん、返してください。あやみさん、返して何よ？いきなり LINE してきたかと思ったら、ずいぶん失礼ね。引っ越してきてから思ってたけど、この辺の人たちって、ぶしつけっていうかなんか、過干渉すぎない？あやみさんが非常識すぎるんですよ。ご自分が何をしてるか分かってますか？何よ、私はボランティアでゴミ拾いしてあげてるんじゃない。ゴミ拾い？ただの窃盗じゃないですか。痛い。私は新しく引っ越してきたこの町のために盗んでゴミ拾いしてあげてるのに。ゴミ拾い？人の家の庭にある物干し竿にかかってる洗濯物を持っていくのがゴミ拾い？外にあるものはみんなのものでしょ。いくら外でも、いや、我が家の敷地です。敷地内のものを持って行ったら窃盗だってことくらい、うちの子だったあやみさんのお子さんだって知ってますよ。引っ越してきた時に好きに持って行っていいって言ったのはそっちでしょ。あれは大掃除していらないものを庭に広げてお金を取らないフリマをしてただけです。私は離婚ほやほやのシングルマザーなのよ。靴下の一つや二ついいじゃない。誰かさんの子供と外で遊ぶせいで、うちの子の靴下ドロンコなのよ。毎回手洗いするのもめんどくさいし。子供なんだから仕方ないじゃないですか。っていうか靴下だけじゃないですよね。役とかもどうせ大したものじゃないんだからいいでしょ。息子が好きなアニメとのコラボ T シャツとか、人気すぎてもう手に入らないものなんですよ。返してください。あれならもうオークションサイトで売ったわ。結構な額になったわよ。売った？堂々と盗んで何売ってくれてるんですか。っていうか今日の今日ですよね。前々から目星つけて出品だけ先にしておいたのよ。ちょうど今日お庭に出てるの見つけてラッキーみたいな。警察に通報します。は？心狭？たかだか数千のことくらいで。っていうか警察に通報して恥かくの奏さんだからね。なんでですか？人の庭から盗んでそれを勝手に売って利益を得るなんて許されることじゃありませんよ。しかも同じような他のママ友さんのお宅でもしてますよね。それが？あのね、家の中にあるものは確かに敷地内だからその家の人のものだけど、外にあるものはどこにあろうとみんなのものなのよ。つまり私のもの。何ですかそのとんでも理論。庭も玄関先も駐車場も外ですけど、うちの敷地です。じゃあ空気も？酸素とか二酸化炭素とか敷地内から見上げる空とか全部奏さんのものなの？あれおかしいな。そこから見える景色別のとこからでも見えるんだけどな。ほら、やっぱり外にあれば全部みんなのものじゃない。頭痛くなってきた。私は外にあるもので不要そうなものを進んでゴミ拾いしてあげてるだけなの。あんまりグダグダ言わないでよ。引っ越してきたばっかりくらいの頃はみんな優しかったのに、結局人間って冷たいのね。みんながいろいろ盗まれても通報していないのは、シングルマザーで大変だろうな、息子さんかわいそうだなっていう親切で今まで注意とかで済んでたんですよ。それじゃあそのまま親切な人でいたよ。私が捕まったら息子はかわいそうだよ。大事なものなら外に出さずに中に入れておくことね。お布団とか大きいものはお庭で干したいのに、あやみさんがいるから最近は布団乾燥機使うしかなくて、この辺りの人地味に困ってるんですよ。それが私には関係なくない？あやみさんのせいなのに。通報したいならしてもいいよ。でもそんなことしたらまだ小学生の息子が悲しむわ。あやみさん、実は自分が悪いことしてるって自覚ありますよね。私はボランティアしてるだけ。同い年の子供を育てる母親として子供を盾にするなんて許せません。それでどうするの？それはとにかくお子さんのためにもやめてください。お断り。それじゃあ臨時収入も入ったし、これから子供と焼肉行ってくるから。ちょっとあやみさん、臨時収入ってうちの子の T シャツですよね。返してください。あやみさん、またうちの庭に入りましたね。入ってないわ。あんなにガミガミ言われるんだもの。面倒だったから庭には入ってないわよ。それじゃあどうやって持ち出したんですか、うちの庭に置いていた宝箱。庭に入っちゃいけないから長い棒で手繰り寄せて。そんなことまでして手に入れるほどのものじゃないでしょ。それはこれから開けて確かめるわよ。ガラクタだろうとなんだろうと使えればよし、うちがらなくても売れればなおよしだもん。それはうちの息子の宝箱なんです。子供のものの割にはずいぶんと豪華な作りの宝箱ね。夫の趣味が DIY でそういうの作るの好きなんです。子供の要望で先週末のお休み返上で作ったので返してもらえますか。本当にあゆみさんにはいらないものだと思いますし、
そんなに言うってことは本当にお宝が入ってるの？もしかしてあの高く売れた T シャツの人気アニメのグッズとか？おもちゃとかそういうのって結構高く売れるのよね。オタクたちが頑張ってオークションの値段跳ね上げてくれるから。その宝箱は遊ぶものが入ってるんです。値段の価値もつけられないようなお宝で、集めるためにコツコツ努力したんです。今からあゆみさんのお宅に行きますから返してください。お願いします。言ったでしょ？外にあるものはみんなのもの、つまり私のものって。今回は回らないお寿司でも食べに行けるくらい、オークションが盛り上がるかしら。あゆみさん、本当に開けないで。そのまま返して。やだわ、そんな開けるなとか返せとか言われるとますますオープンしたくなっちゃう。悪いことは言いませんから返してください。後で箱だけは返してあげるわよ。あ、でも結構しっかりしてるからこういうのも売れちゃったりするのよね。ってことで売れなかったら返してあげる。本当にいい加減にしてください。お子さんがいる母親が犯罪なんかしていいと思ってるんですか？シングルマザーが生き抜くためには必要なのよ。それじゃあまた後で全部でいくら稼いだか連絡してあげるね。かなでさん、今から宝箱をオープンするから実況してあげる。結構です。そんなこと言わずに、庭に置いてた宝箱をオープンして全部売り払って目指せ回らないお寿司。中身全部虫の抜け殻ですよ。え？またまた、そんな冗談言ったって返してあげないんだからね。開けないことをおすすめします。なんなのよこれ！開けちゃったんですね。本当に虫の抜け殻しか入ってないじゃない！ちょっと、私なんてものを開けさせてるのよ！だから言ったじゃないですか。値段の価値もつけられないものだって。てっきり非売品のおもちゃかと思うじゃん！そんな都合のいい話があるわけないじゃないですか。それは息子が主人と夏くらいからコツコツ集めて、コレクションしてた虫の抜け殻ですよ。こんなものコレクションするなんて頭おかしいんじゃないの？そんなもの盗むなんて頭おかしいんじゃないですか？こんなものだって知ってたら盗まなかったわよ。盗んだ自覚はあったんですね。驚いて箱ひっくり返っちゃって家の中大惨事よ。今すぐ片付けに来なさいよ。それから慰謝料と清掃費用も請求するから。そんな無茶苦茶な。しかも箱ひっくり返した拍子に私もこけて怪我もしたから治療費も払ってもらいますからね。そんなお金払う理由も義務もないのでお断りします。あんたの庭にあったものでこんなことになってるんだから責任取りなさいよ。庭は外だからみんなのものですよね。私のものじゃないので、私が責任取る必要はないかと。あんた散々庭は自分の敷地だとかなんとか言ってたくせに、都合が悪くなると逃げるわけ？わあ、盛大なブーメラン。責任逃れするつもりなら警察呼ぶから。私は何の罪で咎められるんですかね。そんなのいろいろよ。本当に警察呼んでやるんだから。こんなことになるなら宝箱なんか拾わなかったわよ。っていうかあんないかにも大事なもの入ってますって。無心意の箱を庭に置いておく方が悪いわ。詐欺よ。警察に通報したから覚悟しなさい。捕まるのはあなたですよ。え？何言ってるの？またバカ？少なくともあゆみさんよりは賢いかと。バカにすんじゃないわよ。バカのくせに。バカバカ言う方がバカだってよく言いません？何言ってんのか意味わかんないんだけど。バカなの？今まではお子さんの手前、誰も通報したりしなかったですけど、この一週間で状況は変わったんです。住民の平穏な暮らしを守り、庭で堂々とお布団を干すために、町のみんなで立ち上がってみました。何なのよ。被害届出すことにしたんですよ。被害に遭った住民全員ね。え？何言ってんの？もう時効でしょ？時効短？あゆみさんが引っ越してきて半年も経ってませんよ。っていうか私が捕まったら子供はどうするのよ。私シングルマザーなのよ。だから立ち上がったんですよ。みんなであゆみさんからちょっとずつ情報を聞き出して、なんとかあゆみさんの元旦那さんを見つけることに成功しました。嘘でしょ。事情すべてお話ししたら親権を取り戻すと意気込んでらっしゃいました。あゆみさん、離婚の時親権は絶対に渡さないって、母親が有利なことをいいことに半ば強制的に親権を奪ったそうですね。それが本当にお子さんを持ってのことだったらいいんですけど、まさか自分の盾にするためだとしたら絶対に許さないって言ってました。待って、息子の意見を尊重すべきでしょ？もちろんそれはその通りだと思います。でも、あゆみさんはこれから警察署に連れて行かれることになりますし、まずは元旦那さんが保護するべきですよね。ちょっと待って、警察はなし。今から電話してキャンセルしてあげる。だからそっちもキャンセルしてよ。被害届だって？今からキャンセルしても大丈夫でしょ？キャンセルキャンセルってそんな簡単な話じゃないんですよ。もう警察は動いてると思うので諦めてください。そもそも通報したのはあゆみさん自身ですからね。
待って、ごめん。宝箱は返すから。だから警察の機能はダメ。お願い。お断り。そんなこと言わずに、これからはお庭にも入らないし取らないから。ねえ、今捕まるとやばいんだってば。ちょっと、かなでさん。警察だけは本当にやめて。自ら警察を呼んだくせに、すごく焦った様子のあゆみさんでしたが、実は前にも何度かやらかしていたらしく、余罪の多さから、捕まる前から塀の向こうにお引っ越しが確定していたそうです。お子さんは元旦那さんに引き取られ、幸せに暮らしてほしいと切に願うばかりです。